このビデオ作品は福島県猪苗代町出身、行田市在住の村沢宏さんと彼の父村沢忠義さんのお話です。村沢宏さんの父忠義さんが6歳の時、忠義さんと4歳の弟2人を日本に残し、2歳の赤ちゃんを連れて祖父母はペルーへ移住しました。大正6年のことです。宏さんがこれに関係する資料が残っていないか猪苗代町役場へ行って調べましたが、ありませんでした。福島県庁へ問い合わせたところ、残っていました。3人の名前、村沢義則、村沢忠重、村沢滝雄が記載されています。福島県から女一人、幼児一人の記録がありました。1899年から始まった移民は、戦前までに65万人余りの人が移り住みました。県別では広島や沖縄が多く、7番目の福島県で約 60% を占めました。村沢家は代々地域の神社の神主を受け継いできました。父忠義さんは神主はやらずに農協勤務と農業に専念しました。村落の大火事で家は全焼し、焼け残った蔵での生活が長い間続きました。2歳下の弟も病気で17歳で亡くなりました。父忠義さんは48歳の時、住所が明らかになったペルーの両親へ初めて手紙を書きました。小さな時に置き去りにした子供のことを忘れて過ごされるということは、私としては実に理解に苦しむことであり、無責任も甚だしいものと思います。送金するとかしないとかは別問題で、時折の頼りをするのが当然でもあり、義務でもあると私は考えます。何もせずに過ごされる理由はどこにあるのか、私のひがみかもしれないが、子供や孫と共にいるから、心が休まっているゆえと断定せざるを得ない私の心境であります。さもなければ、頼りをしないでいられるはずがないと私は思います。父母様が渡米してから44年になります。当時、6歳であった私も今では48歳になり、6人の子供の父でもあります。私の出生中4年間、家族は貧乏なるがゆえに政府の生活扶助を受け、肩身の狭い思いをして暮らしていた。その苦労は計り知れないものがあります。親がいたならば、こんな苦労もかけることなく、苦境にもならずに済んだのではなかろうかと思っており、残念でなりません。皆様の
ご多幸と良い便りがあるようお待ちしております。昭和33年5月20日手紙を出してから15年、忠義さんの父が亡くなったという知らせがあり、昭和49年忠義さんは63歳の時単身でペルーへ渡航しました。57年ぶりに会った母親には感動を覚えなかったと渡航日誌に記されています。墓は大変貧弱なものでした。ひろしさんも今年父や祖父の足跡を追ってペルーを訪れました。日本で生活したことのあるはとこにあたるマルコが日本語で通訳してくれました。38年前父忠義さんが訪れた時とは違って墓も大変立派に整備されています。ひろしさんにお父さんの忠義さんについてお聞きしました。父の性格、真面目で働き者で、やはり無口だけども子供たちをとにかくよく導いてくれてたなと。ただ私はその親父のその話をね、いろいろしてきたというよりも背中を見ながらね、育ってきて、そういう意味で小さい頃からね、貧しい家だったんで、やはり兄弟6人をね、貧しいながらも両親がね、ちゃんと育ててくれたと。贅沢も何もできないけども、なんとかね、ここまで来れるようにね、導いてくれたっていうのはやっぱり両親であり私にとっては最大の尊敬する父親であり、今でもねそう思ってるんですけど。ひろしさんのいとこやはとこがたくさん日本に来ていることが今年ペルーへ行って分かりました。ペルーでは仕事が少なく、あっても賃金が大変低いそうです。だから日本では逆にいとこやはとこがね、もう4、5家族も日本に来てるの分かって、その今年になってね、それで今順次訪ね歩いてるけども、昔ね祖父母がペルーに出稼ぎにある意味で行ったわけですね。今は逆に立場を変えてペルーのそのいとこはとこたちが日本に出稼ぎに来てると、これも因果関係があるのかなっていう思いもしてるけどね。ですからこれからそのいとこはとこたちがね、日本の暮らしをどうね続けていこうとしているか、またペルーに残っている人たちとねどんなお付き合いができるのか、そんなことをですね、これから楽しみにしながらたどってみたいと思ってます。